はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は大氷試練5悪名コンプリート、細川藤高プレイの続きをやっていきたいと思います。早速なんですけども、まあ、前回ね、浮田直家に仕官して謀反を促して、謀反させることに成功したんですけども、まあ、浦上家、まあ、いわゆる主家にあたるところがですね、結構防御力が高くてですね、なかなか、城をね奪っていけないという状況です。そのためこれを打開するために今南蛮寺に通ってですね、開墾をひたすら行ってます。これでモグラ攻めを取ってですね、なんとか城攻めをしやすくしたいなという思惑ですね。で、あとですね、まあ細川藤高自体なんですけども、まあ、個人の能力としても今後人斬りを極めていかなければいけないというのもありますので、装備を一新してます。まずは正宗、あとは、このなんて読むのかな、金小金色落とし、この具足を身につけて攻撃力と防御力、対個人戦ですね、ここに関しての能力を一気に引き上げています。これでいつでも人斬りができるという状態にしてますね。あとは資材を投げ打って岡山城の兵の徴兵、まあ、通常3000円で1000人徴収してきてねって言われることが多いと思うんですけども、5000円ぐらいを1回に投入してですね、どんどん徴兵を行っています。これで城の兵の数を増やし、かつ訓練もガンガン行ってですね、岡山城の兵をむちゃくちゃ強くしてます。これでモグラ攻めと合わせてですね、主家にあたる、旧主家にあたる浦上家を滅ぼしていきたいなというふうに思ってます。ではまず最初はですね、モグラ攻めを獲得するためにこのままひたすら南蛮寺に通いましょう。僕はね、全くクリスチャンではないんですけど、なんとか動画の中でもお話したことあるかもしれませんが、一応クリスチャンの大学、青山学院大学に通ってまして、青山学院大学をですね、キリスト教概論というのが必修科目であるんですね、クリスチャンの大学なんで。確かね、変わってなければですけど、キリスト教概論 1-2 っていうのが必修科目であったんですけど、唯一ダブル A を収めたのがキリスト教概論 AB でした。他はね、 C とか B とか、それこそ落第ギリギリのものもいくつかあったんですが、キリスト教概論だけはね、トップの成績で履修することができましたね。まあ、だからといって何でもないんですけど、どうなんでしょうね、就活するときとかに、まあ、成績一覧と送ると思うんですけど、そこでどこまで見たんだろうな、ダブル A とか A とかの数は見てると思うんですけど、それが何の項目かまでは見てたのかな、ちょっと分かんないですけどね。本当にダブル A 取ったのはキリスト教概論だけだったんじゃないかな、まあ、他に A とか少ないながらもあったとは思うんですけど、ダブル A はね、もうキリスト教概論だけだったと思います。まあ、そんなクリスチャンではないものの、なんとかダブル A で卒業したんですが、全くないですね。訓練は行っておきます。ちょっと待って、訓練しようにももうこれマックス値だぞ。おそらく訓練をやりすぎて岡山城の兵の訓練度が100に到達してるんで訓練ができないな。このままいくと直家から怒られるっていうね、むちゃくちゃ訓練して鍛え上げたがゆえにこれ以上訓練ができない状態になっていることに対して直家から怒られるっていうね、本末転倒なことが起きるので、ちょっと時間を置いてもう一回後でいきましょう。でね、まあ、正宗装備して金樹式ほにゃららこにゃらら銅備えみたいなものを装備はしているものの、やっぱりね、野党の輩に囲まれて死んでしまうと悲しいので、定期的に用心棒は雇ってます。あと人斬りを極めるために吉岡道場にも入門してました。これで吉岡道場でね、
人斬りの術を習いましょう。悪名コンプリートのうち人斬りは一番最後に取得する予定ではありますが、では連ページをいきます。訓練しましょう。訓練ができない。このまま行くとまずいことになるな。城に行こう。事情は説明する。いやー、主命達成してこいって言われたもんな。あ、砥石山城の訓練地か。なったら砥石山城に移動しちゃいます。まあ、砥石山は今どうなんだろうね。誰もいない城ではありますけど。さあ、ではこれで報告してきます。そろそろどうだろうな。モグラ攻めが手に入ってもおかしくないかなとは思うんですけど、モグラ攻めがあれば城攻めの効率が上がるんじゃないかっていうね、期待感を持ってます。では表情に出て再び修行にするために合戦ではない何かを選んでいきましょう。勢力攻略、内政か。まあ、内政だったらいいんですけど、一応方針に意見して軍港50を稼いでおきましょう。まあ、いずれ来たるべき時が来ればこの浮き竹も出奔しますけどね。訓練します。298だったんだな。では先に今日の町に移動してモグラ攻めをもらっちゃいます。だは、野党の海賊の輩に負けると金がぶっ飛びますからね。追い払ってくれるのが一番嬉しい。では南蛮寺行きます。そろそろください。まだくれないか。結構時間かかるな。まあモグラ攻めはね、難易度が高いものではあるので、まあ、これは仕方がないですね。では一旦このままモグラ攻めが手に入るところまで繰り返してきます。はい、モグラ攻め獲得しました。地面に穴を掘って門の裏に回り、門を開ける特技、門に大損害を与えることができる。これを使って浦賀家の城をね、落としていきたいと思います。では戻って早速合戦のね、依頼をしていきましょう。ここまでだいぶ資材を投げ打って体に鞭を打ち、浮竹のために頑張ってきたんですけど、これも全て悪名をコンプリートするためっていう、なんとも矛盾した感じですよね。悪名をコンプリートするために資材を投げ打つ、なんか逆にいいやつなんじゃないかっていうね、疑惑すらありますが。ではこれで表情分けに一応セーブをさせてもらってですね、合戦に挑んでいきたいと思います。でいろいろな資材を投げ打ったその功績が認められてですね、この細川藤孝は武将にまで上がってます。なので城攻めをあるいは合戦をするときはですね、大将になって出陣することが多くなってます。なので大将でうまく出陣できればコントロールしてですね、攻略を行っていきましょう。では表情に出ます。ここは方針二軒合戦、そう、天神山城を攻略する、出陣です。でね、浮田直家4000出るか。武将藤高ですね、15,500人、訓練度89、士気84、まあ高いですね。ではこれで出陣します。でここ天神山城5万の兵が入っていてむちゃくちゃ強いです。なので、普通に戦っても負けてしまうので、頑張っていきましょう。軍団の提案でね、援軍の要請とかができないんですよね。一応交渉も選択してみますが、おそらくいいものはない。場外退去、停戦約定、5ヶ月で打診してみましょう。だは、なお言えね、しょうがない。では合戦入っていきます。まあ、ここはモグラ攻め使いたいので戦闘続行を普通に進めていきましょう。
はい、では天神山城攻略できました。多分ね、宇喜多直家なのかな、それとも岡利勝なのかな、誰かがモグラ攻め持ってますね。なのでモグラ攻め2人でやると城攻め門の攻略がかなり進みます。岡なのかな、なんかねモグラ攻め持ってたっぽいですね。開墾、あー持ってるね、岡利勝がモグラ攻め持ってます。なのでかなり強力でした。ちなみに直家は、直家も強いですが、まあ、開墾はなしか、まあ、統率19は優秀ですね。地防100なので天神山を取りましたね。では浦上家のもう一つの城、小月城の攻略を始めていきます。まあ、ここでもですね、資材を投げ打って施しを行い、何士気は十分、さすがだな、ここまで大量の金を稼いではここに貢いできましたからね。では次の光月城攻略、ここですね、残っているので少し時間を進めていきます。まあ、京都に行って金を貯めてきます。はい、藤鷹がさらに昇進しました。岡利勝も昇進してますね。モグラ攻め持ってますからね、さすがよ。いやもったいないな、ここまで浮田家で、浮田家中でその地位を高めているのに、この後すぐにでも出奔しようとしている。では合戦を行います。合戦の目標は光月城浦上家ですね。ここを攻めていきましょう。だ、見送られた。では工作をして光月城攻略のために頑張っていきます。はい、では合戦を行っていけそうなんで、でもこんな何も言わずに合戦を行います。部隊編成17,000、直家も出るし岡利勝も出るし出るしって言っちゃいましたね、出るし藤鷹ももちろん出ます。これで出陣していきましょう。また岡とこの藤鷹のダブルモグラ攻めで光月城はあっさり落としてご覧に入れましょう。はい、これで浦上家が従属してきましたので、これ関心の条件を満たしたでいいのかな、従属でいいのかな、ちょっと謎だけど、まあ、滅ぼしたことになるでちょっと信じましょう。これで過去の主家と家臣の間が完全に逆転しましたね。謀反が成功したでいいと信じましょう。これダメってなるとちょっとまためんどくさいことになるけどね。はい、ではこの後出奔して西園寺家の方に、新しくですね仕官していきたいと思います。では出奔していきます。まあ、ただその前に一応表情に出て金だけ3000、待って、浦上家攻略を渡すため今月は内政を行いたい、どういうこと、ちょっと待ってね、合戦を行う、浦上家はもうないはずだ。これ浦上家を滅ぼしたことにならないパターンなのかな、ちょっとここは微妙すぎる、このまま進めるのは危険だな。なのでちょっと一旦ここで終わりにしてですね、確認したいと思います。もしご存知の方いれば、従属でも OK なのかどうかっていうのは、ちょっとご意見いただければ嬉しいなと思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。はい、でその後ですね、ちょっとロケハンをやってみて、このままの状態で、一度浮田家を出奔して他の家に仕官して、その仕官した家の主を謀反を起こさせれば関心が手に入ることが分かりましたので、今回ですねちょっと延長してそこまでプレイの方させていただきたいと思います。で、まずですね、ちょっとがっつりどっぷりがっつりですね悪名を下げていきたいので、先に京都の町に行きましょう。この京の町で大量に寄進寄付を寺に行って、そこで悪名を一旦下げましょう。まあ、5000貫ほど渡せば文句はないだろう、くれてやると
という感じですね。でこの後は、実は西園寺家に入ろうというふうに思ってますので、西園寺家によってですね、帰ろうかなと思います。お茶を振る舞って西園寺さんのご機嫌を伺いに行きましょう。で浮田家はもうこのまま出奔ですね。でどうやら西園寺家に入って西園寺さんを、謀反させれば、その時点で関心が手に入りますので、そこまで進めていきます。では西園寺さんに茶を振る舞いましょう。これで新たな仕官先に対して媚びへつらうことができたので、早速出奔していきます。5000貫が結構ね、これで4度目ですね、さっきから。ではここもこなしていきます。では正真正銘出奔していきます。その前にね、体力を回復しておきましょう。これがこの浮田家で過労にまで昇進した男の最後の休憩です。この後は西園寺家に出奔、まずは出奔ですね。出奔します。お金も少し減ってきているんですが、もうこのまま西園寺家のお世話になりましょう。またか。お、今回はやってくれたね。結構ね、あっても用心棒が一括してくれるケースもあるんで、必ずバトルになるというわけではないですけど、バトルになるケースも多いので面倒は面倒ですね。では西園寺さんに仕官させていただきます。だ、まだ使ってもらえないか。そしたらちょっとお布施していきます。では今度こそ西園寺さんに雇ってもらいましょう。仕官させてください。よし、これで仕官できましたね。ではこのままセーブをしてですね、謀反を促していきます。謀反を促し失敗するということが下がってしまうようなので、ここはね、念には念をということで、何度も繰り返しできるようにセーブを一度して、そして殿に謀反を促していきます。さあどうだ。よし、ここで西園寺さんが謀反を起こしてくれました。これで関心が手に入りますね。でさっきもお話しましたけども、このまま表裏卑怯のものを次、手に入れていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんですね、この僕の今の進めている状況で表裏卑怯をどううまく手に入れたらいいかっていう、いい案、妙案があればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回は関心を手に入れることができましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。